これの大人たちの魅力は何ですか？まずこの子が可愛い、フィッシュがミッキー風になって登場、カーネイジなど魅力を語ると時間が足りません。一応そのスキルを教えてください。トーリンですね。純粋に顔が好きですね。人気が出そうなスキルなどもありますか？大人もキッズも共通してトゥーナフィッシュを今後みんな使っていきそうな気がしますね。ていうかこれ一択でしょ。カーネージクリーマーについて教えてください。カーネージはシンビオートとクレタスが融合して生まれた怪物なんですよ。弱き人を助けるダークヒーローがベノム、それに対してカーネージは大虐殺という意味を持つ名前の通り、殺人鬼クレタスの人格を受けて殺人マシンと化すわけですよ。そのベノム VS カーネージがフォートナイトで実現される今、マジで激アツなんすよね。それではベノムは見に行くんですか？行きませんね、興味ないんで。先ほどすごく語られてた気がするんですが。ネットで調べたまんまのことをあなたに伝えただけですが、何か問題でも。最後の質問になります。バトルパスを買いますか？いらね。